こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。7月にね、ウ、えーバーを使ったら感動すぎて、えー、違うね、バンコクでウーバーを使ったら便利すぎて感動ものだった。というね、えー、この動画を作りました、まあ。ほんと7月の時点だとね、ウ、えーバー便利でした。バンコクのウーバーね。ところが、えー、今回11月、ねえー、バンコクに行って、 ウーバーを使ったら、えー、たまたまね、1回目良かったんですけどね、2回目はあれどうしたのという感じのね、えー、事態になりまして、まあ、その後ね、ねウーバーもダメじゃんというようにね、えー、ちょっと感想が変わりました。まず、ね、グラブタクシーとウーバー、まあ、2つあるんですけど、えー、ライバルですね、こっちはタクシーで、えー、グラブカーってのが知ってると。まあ、これ アプリで見るとそこそこ車います。ところが、ウーバーね。全然いない、うん。1台いる。でね、えー、しかも呼んでも、これすごかったですね。呼、えー、んだら、キャンセルしました、ねえー。キャンセル続き。なぜかというと、これね、えー、空港までじゃなくて、道も混んでるしね。えー、なんかもうあの、 ウーバーもグラブタクシーもろくでもないから、駅まで行って、えー、車で歩いて2、30分の場所に駅までね、えー、タクシーで行って、あるいはウーバーで行って、そこからもう電車で駅に行こうとしたらね、もう近いから断るんですねで。断るのはね、呼んですぐに断ればいいんだけど、しばらくほっといたりするもんだからずっと延々とね、えー、待っててこないと。で、これね、 えー、これなんかもう典気的ですよね、えー。Where are you going? って言って、えー、駅だと、ね。マッカサンステーションって言ったら、返事もせずキャンセルしてきたと。まあ、あれですよね、えー。タクシー捕まえて、メーターで行けって言ったら嫌だって言って、どんどん走ってっちゃいますけど、あれ,あれがウーバー版ですね遠。近いから行きたくないとかね。もうダメです。終わってますね。ウ、えーバー、バンコクじゃ使えないなというサービスになってました。7月から えー、11月ですからね。8、9、10、11、わずか4ヶ月で同じサービスだとは思えないぐらいね、劇的に劣化したと、ね。こういうふうにサービスが使えなくなると劣化はもうすごい早いと。まあ何があったんだかわかんないですけど、なんか劇的な変化があってね、ウーバーの人が、えー、ほとんどグラブカーに流れたのか、えー、あるいはね、ウ、えーバーがまあ、ね、脅されてどんどん減ったのか、 ねわかりまませんけど、まあ、何しろバンコクのタクシーはやっぱり相変わらずまあ、使いにくいなという感じです。まあ、混んでるは、ね、道は読めないわ。えーまあ、ぼったくりはね、えー、値段がそもそも安いんでどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、まあ、ただね、えー、場所説明して、ねえー、わかんないとで。アプリで出てんだろうって言ってもね、まあな,なんでアプリで。 書いた通りにいいかかないのかと思うんですけどアプリ通りに行くっていうことがすでに難しくてできないというのがね、えー、なんかタクシーの運転手のスタンダードになくて、まあそういうもんだと諦めるしかないですよねうん初め乗ってね。 えー、グラブタクシーもウーバーも両方ですけど、ギャグかと思うぐらいね、なんかね、行ったり来たり、<laughs> ナビがこっちって指してるのになんでこっち行くのかなと思って、やっぱりね、えー、間違いに気づいて戻るというようなことをやったりでね、まあ、まあ、そうですね、3回に2回はそういうことあんのもしょうがないという形でね、タクシーでそういうストレスを感じるのが嫌だったら、そもそもバンコクは旅行の対象から外したが無難だなというのをね、えー、今回。 改めて思いました。長めにタイにいましたけど、いや、素晴らしい。またすぐ来たいねという感じじゃなくてね、まあ、私的にやっぱりね、えー、ヨーロッパが好きなのかなと。うん、ポルトガルのウーバーとか最高でしたね。空気も綺麗だし、物価も安いしね、えー、そう、物価安いですね。今、アジア、物価安くないですからね。えー、いや、安いとこで食べるバックパッカーみたいな若いファイトのある人は安く過ごせるかもしれないですけど、もうね、 アラフォー、アラフィフのおじさんおばさんが行くにはね、アジアはちょっとね、えー、過酷すぎるなと。で過酷じゃない、えー、とこに泊まって、過酷じゃないレストランに行くと、えー、値段は全然優しくないと。ねえーまあ、よく言う話ですけど、日本より高いじゃんって、いやいや、日本の何倍かっていう世界でね、日本より安いとこなんて世界中どこ探したって外食に関してはないんでね、えー、そういうのを今回痛感しました。 まあ、もとい、バンコクでウーバーを使ったら便利すぎて感動ものでしたという4ヶ月前の情報はね、もう全く別のものに変わったんで、訂正します。ウ、ねえーバーを使ったら便利すぎて感動ものだったのに、えー、やっぱり使いにくいサービスに落ちぶれてました。ということで、ねえー、プラットフォーム、あるいは、ね、サービスというのは、えー、劣化するときは一気に劣化するというのはね、気をつけなきゃいけないですけど、まあ、ウーバーはバンコクに行かなきゃ、 関係ないですけどね。アマゾンについてはまた、えー、変化あり次第、えー、すぐにお伝えし,します。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。